赤ちゃんの笑い声が私を若返させる。あの子たちを楽しませておけば私は一生美しい姿のままさ。今日はみんなでブロック遊びをしましょう。ひかり先生、重たいので運ぶの手伝ってくれますか？おっしゃ、任せろ。じゃあみんなはちょっと待っててね。はい。楽しみですね、ブロック遊び。大きい家を作るぞ。喉乾いたし、今のうちにちょっと飲み物取りに行こうっと。さくら先生とひかる先生はすぐ戻ってくるだろうし、赤ちゃんたちはいい子に待ってるから少し離れても大丈夫よね。栄養ドリンクでも飲まなきゃやってられないわ。どういうこと？え？まずい、私がいないのがバレてしまった。怒られてしまうわ。あの、すみません。たまき先生、子供たちはなんでいないんですか？みんなどこに行ったんだよ。子供たちがいない。本当だわ。サリーちゃん、ゲン君、イザベル、オイバー。あの子たちの足ならもし外に出ていたとしてもまだそんな遠くまで行けないわ。外を探してみましょう。みんなどこ？いたら返事してくれ。まずいまずいまずい、このままだと私のせいになるんだから早く出てきてよ。ダメだわ、どこにもいません。そもそもなんで玉木先生は同じ部屋にいなかったんだ？ちゃんと見てないからこんなことに。でも今はそんなこと言ってる暇はないです。名探偵レオ君を呼んで一刻も早くあの子たちを探しましょう。え、保育園の赤ちゃんたちがいなくなった？そうなの、それもみんなまとめて。今からすぐ向かいます。何？事件？ああ、言いにくいけど、ケイ、エマ、お前たちの妹がいなくなったそうだ。え？っていうか、ココナッツ保育園の赤ちゃんたち全員だそうだ。他にも、ココナッツ保育園に通う妹がいるお姉ちゃんたちは呼んで、一緒に向かおう。だけど、なんでそんなことになってるの？とりあえず、ドルシーちゃんのお姉ちゃん、チェルシーちゃんにも連絡だ。リナ君のお兄ちゃん、リックも呼ぶ？サリー、いなくなったってどういうこと？私たちが目を離したばかりに、本当にごめんなさい。リナタン、リナタン。これは、リナタンが大好きな布団。まだ少し暖かい気がするよ。子供たちから目を離したのは何分ぐらいですか？私たちがブロックを取りに行って戻ってくるまでだから2分もないわ。赤ちゃんたちがいきなりいなくなる。そして自分たちだけじゃ遠くまで行けない。そう考えると誘拐が一番可能性ある。誘拐？やだやだ、ドロシーちゃん。ちなみに子供たちは何人いたんですか？で9人よ。だったら大人一人でみんなを運ぶのは難しい。それに先生たちは隣の部屋にいたんですよね。本当に誘拐だったら誰かは泣いたり叫ぶはず。でもそんな声は聞こえなかったぜ。それにみんなが勝手に出たのかもって思ったけど。楽しみですね、ブロック遊び。大きい家を作るじゃん。で、ブロック遊びを楽しみにしてたから勝手に出るなんてことはないと思うの。自分たちで出たのか誘拐かすらもわからない。何か証拠となるものはないのか。あれ、この鏡なんだ？本当だわ、見たことないし、うちの保育園のものかしら。え、見たことない？ちょっと貸してください。見た目はただの鏡だけど。って、なんだ、鏡の中に何かが。うわー、なんなんだ。俺たちが来てしまったことで何か。侵入者はどこ？大人？子供？赤ちゃん以外ここに入るのは許されないわ。何この人？魔女にしてはなんか可愛い。ってそんなことは今どうでもよくて、サリー、なんでこんなところで遊んでるんだよ。あ、お姉ちゃんも来たですか？マユちゃん、怪我はない？心配したのよ。ドロシーちゃん、何してるの？帰ろう。そうだ、みんなこんな意味わかんないところで遊んでないで早く帰ろうぜ。ダメよ、この子たちはもうこ
ここで私と暮らすのか。それにここは大人立ち入り禁止。勝手に入ってくるんじゃない。消えろ。戻ってきてしまった。せっかくドロシーちゃんと会えたのに。あの魔女みたいな人は何だったの。それにみんなもなんで怖がってなかったんだ。そう、それが俺も気になった。普通誘拐されたら赤ちゃんたちは泣いたり騒いだりするはず。それが泣きもせず、むしろ楽しそうに遊んでた。リナタンも怖がることなくすやすやと寝てた。あの魔女みたいな人は一体何が目的なんだ。まさかここに大人が来るとは。おかげでめんどくさいことになっちまったじゃないか。なんかお姉ちゃんとおったら心細くなりました。全然お姉ちゃんと遊べなかったパーパー。なんでさくら先生たちを返したでしょか。お兄ちゃんの優しい声が聞こえた気がします。泣き声を聞くと私の姿が元に戻ってしまうじゃないか。くそ、まずい。早く笑い声を聞かなければ。みんなストップストップ。ご飯にしましょう。とっても美味しいご飯を用意してるからさ。ご飯パーポ。確かにお腹は空いています。よしよし、泣き止んだ単純な赤ちゃん。はい、みんなのご飯はこれだよ。うわー、めちゃくちゃ美味しそうなのが来たバブ。そう、みんなも大好きなお子様ランチさ。ドロシー、タコさん、ウインナーが入ってるこれがいいパープー。僕はかっこいいこの新幹線がいいぞ。でも見て見て、飛行機もかっこいいですよ。サニーはプリンもついてるこのウサちゃんにするでちゅ。こんな可愛いご飯が食べられるなんて最高だぜね。助かった。赤ちゃんの笑い声は私を若返させる。あの子たちを楽しませておけば私は一生美しい姿のままさ。あの魔女が何者なのか正体を暴くためにも、赤ちゃんたちを取り戻すためにも、俺たちはまたあそこに行かないといけない。でも行った瞬間に警告音が鳴って大人や子供は追い出されてしまう。一体どうしたら。ねえ、それなら私たちも赤ちゃんになって潜入したらいいんじゃない。赤ちゃんに。バカ言うな。俺たちは小学生。どうやったって赤ちゃんに戻れやしない。ちっちっち、私たちのクラスにすごい人たちがいるのを忘れたの。はっ、その手があったか。ナイスケン。で、赤ちゃんになるものを俺に発明してほしいってわけなのだ。うん、頼むよ。サリーたちを取り戻すためにも赤ちゃんにならないといけないの。でもエイジの発明だと作るのに時間がかかるから、ルナが魔法でちゃちゃんと赤ちゃんに変えてあげるっちゃ。ほんと？じゃあサリーたちと同じぐらい見た目の赤ちゃんにお願い。わかったっちゃ。ベイビーバン。同じぐらいミーだよ。でもケイになかなかお似合いよ。っていうかケイの赤ちゃんの頃はそんな感じだったんじゃないのか。違う。こんなお腹ぽよんぽよんしてねえし、手足もムチムチ、顔もパンパン。こんなのじゃなくて可愛い赤ちゃんだったもん。わかったじゃ、もう一回やってみるじゃん。次こそ頼んだよ。ベイビーマン。くれないよ。あれれ、なんでこんな
クを作ってくるから待ってろなのだ。頼んだよイージー。みんな待たせたのだ。赤ちゃんになれる薬を5人分作ってきたから順番に飲むといいのだ。これで自分の望む赤ちゃんになれるのだ。自分の望む姿か。うん、すごい、本当に赤ちゃんになったわ。チェルシーちゃんかわいい。いつもつけてるリボンが髪型になってる。俺はなかなかイケてるな。確かに自信満々なところがレオっぽいわね。私はどう？面影あるかしら？いや、ないけど小さなプリンセスみたいだよ。僕は、わ、なんか思ったのと違う感じになっちゃった。リック変な髪型。私の理想の姿は可愛くて目もクリンクリンで。めっちゃ可愛くない？一番見た目が本人とかけ離れてるのだ。ちょっとそれひどくない？ケイちゃん、そんなこと話してる時間はないよ。またあの魔女のところに行きましょう。ああ、赤ちゃんたちが無事なうちにな。こうしてエビフライの尻尾とトンカツは仲直りしましたとさ。イエーイ、虫の毛ってブブー。紙芝居を読んで子供たちを楽しませてる。あの魔女は本当に何がしたいんだ？赤ちゃんたちを誘拐した目的がわからない。さあ、それじゃあ紙芝居の後はおもちゃで遊んでいいわよ。わー、やったー。タロシーはピアノを弾くパーブー。イザベルちゃんはトライアングルを鳴らしてパーブー。いやバブよ、あたちがピアノがいいバブ。そこどけてバブ。あー、そのバカ力で押さないでパーブー。あー、ドロシーちゃんたちが喧嘩しようとしてる。待って、チェルシーちゃん。喧嘩する赤ちゃんをあの魔女はどうするのか。今は全てを探ることだから、このまま見てるんだ。わかった。はぁ、若いってやっぱりいいわね。もう一緒に遊ばないから、あっち行ってパーブー。ドロシーこそあっち行くパブ。出た。うっ、うっ、うぅ。あ、ごめんパブ。怪我をさせるつもりはなかったパブ。ごめんバブ。この声は泣き声。やめろやめろ。見ろ、魔女の様子がおかしい。本当だ、取り乱してるというか、なんか苦しんでる。泣きやめ、今すぐ泣きやめ。赤ちゃんの泣き声を聞くと私の姿が、だけど今ので分かったぞ。あの魔女は赤ちゃんの声で若返り、泣き声で元の姿に戻る。だから赤ちゃんたちを集めて楽しませてたんだ。それなら簡単。僕たちやみんなで一斉に泣いて、魔女が苦しんでる間に逃げる。それだけね。魔女が苦しんでる今のうちに。サリー、サリー。あ、この声はお姉ちゃん？し、今から言うことをよく聞いて。こそこそこそ。いい？マヤちゃんならできるわよね。はいでちゅ。ドロシーちゃんもそういうことだから一緒にお願いね。はい、パーブー。みんな準備はいいか？せーのでやるぞ。せーの。伏線は大成功だ。みんな、保育園につながるこの鏡の中に飛び込むんだ。はい、です。急いで逃げるぞ。待て、私の赤ちゃんたち。みんな戻ってこられたのね。心配したぜこの野郎。ごめんなさい、みんな。今回は本当に反省してるわ。エイジの薬の効果が切れる時間もぴったり。みんな戻ってこれてよかったな。こんなものをこうしてやる。これでもうあの魔女はこっちの世界に来れないはずだわ。私たちはいい魔女かと思って完全に騙されてました。お姉ちゃんたち助けに来て
どういたしまして、これで今回もビシッと解決。レン君お誕生日おめでとう。おー、サンキューサンキュー。お祝いするのにみんなで手作り料理作ろうかと思ったけど、いらないって本当に良かったの？ああ、俺っち今オーバーイーツにハマっててさ。ああ、今みんな使ってるよね、オーバーイーツ。スマホから簡単に料理の出前が頼めるのよね。それになんと言ったって料理の数がすごい。そうそう、ラーメンにカレーにお寿司にデザートにってどんなジャンルのものでもあるだろう。だから今日の誕生日はオーバーイーツで俺っちの好きなものばっかり頼んじゃおっかなーとね。そうだね、僕たちは何でもいいからレンの好きなものを頼みなよ。じゃあ大好きなピザにしよっかな。ピザにポテトにコーラに、お、だいたい30分くらいで届くって。じゃあピザが届くまでプレゼントタイムにしよっか。おー、マジか。一体みんな何を用意してくれたんだ。私からはこれ、ずっとレンが欲しがってたペティットファイターのゲーム。人気で人気でなかなか手に入れれなかったのよ。やっべー、これマジ嬉しい。これずーっとやりたかったんだよな。私とかけるからはこれ、鏡とワックスとヒゲ剃り。お前最近ちょっとヒゲ生えてきただろ。おじさん化してきてるからこれで剃れば。おじさん化だと。やめろよ、俺はまだまだピチピチ JK さ。だからその言い方がもうおじさんなんだよ。でもサンキュー、このワックスもめちゃくちゃいいんだよな。じゃあ次は私とハルトくんから。じゃじゃん、この入れ物はもしかして。そう、レンくんが好きそうな靴だよ。レンはおしゃれに気を使ってるからこれがいいんじゃないかなって思ってリカちゃんと買いに行ったんだ。めちゃくちゃ嬉しいよ。みんな本当にありがとな。っていうかさっき頼んだオーバーイーツなかなか遅いね。もうお腹ペコペコだよ。今日は嵐って天気予報で言ってたし、その通り外も大雨だし配達も時間かかってるのかしら。僕もピザ屋でバイトしてるけど雨の日は注文が多いからね。外に出るのめんどくさいし頼もうって人が多いんだと思うよ。じゃあただ待っててもお腹すくし、気を紛らわせるためにテレビでも見て待ってよっか。ちょうど今家には誰もいないし、みんなでリビング占領してさ。続いて連日起きている事件の情報をお知らせします。ココナッツ町で起きてる連続殺人事件ですが、依然として犯人はまだ捕まっていません。今日ココナッツ4丁目で起きた事件で落ちてた凶器と昨日3丁目で起きた事件の凶器がとても似ていることから、警察は同一人物の犯行ではないかと捜査しています。この犯人まだ捕まってないんだ。もう何日目かしら、毎日のように似た事件起きてるわよね。おいおい、俺っちの誕生日にこんな物騒なニュースやめてくれよ。早く捕まるといいね。でも雨の日って事件多いって言うわよね。そうなの？足跡が雨で消えるから犯人がバレにくいんだって。だから今日も事件が起こったってこと？うお、びっくりした。あ、やっとオーバーイーツが来たんじゃない？そうかも。まあ事件のことなんて忘れて美味しいピザ食べよう。はーい。遅くなってすみません、配達に来ました。はい、ありがとうございます。ちょい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 、お兄さん、ちょっと配達遅すぎやしねえか？頼んでからもう1時間以上待ってるんですけど。すみません、ココナッツ4丁目の方から来たんですけど道が混んでて。ココナッツ4丁目？さっきテレビで言ってた事件があったところだわ。あ、事件があったからきっと通行止めとかになってて遅かったんですね。はい、思った以上に道が混んでて。おいおい、でもちょっと待ってくれよ。お兄さんのお店はココナッツ2丁目、そこからこのリカさん家までだとバイクで約5分、それに4丁目なんて反対側だけど、なんでそっちまで行ってんのかっつう話だよ。それ他の
客さんでもいたんじゃない？でもこっちだって腹減りながら待ってんだぜ。お兄さん遅いにも程があるんだよ。おかげで誕生日に嫌なニュース見たり気分悪いぜ。すみません。大丈夫ですよ。それよりお兄さん雨に濡れてビチャビチャですね。よかったら中に入って温かい飲み物でも飲みますか？冗談じゃねえよ。なんでこんなに時間守らない配達員を中に入れなきゃいけないんだよ。まあまあそうは言ってもこの嵐の中来てくれたんだからいいじゃない。マジか。リカちゃんも翼ちゃんも優しすぎなんだっつーの。まあでも二人がいいよって言ってんだからいいよ。優しい女神のような二人に感謝しろっつーの。ありがとうございます。ではお邪魔します。みんなピザが来たよ。待って、誰その人？ピザを届けてくれたお兄さん。雨で濡れてるしちょっと温かい飲み物でもどうぞって思ってちょっと用意するのでここで待っててください。僕も手伝いますよ。僕のために準備してくれるんだし。そうですか。じゃあお願いします。待って、それなら僕が手伝うよ。人数が多いから2人でも運べないかもしれないしね。じゃあハルト君お願い。ち、あ、何か言ったか？あ、いえ、何でもないですよ。はい、どうぞ。これ飲んで温まってください。ありがとうございます。うん、とても温まります。ところでお兄さんは、なんで配達の仕事してるんですか？僕は、人が喜ぶ顔が大好きなんです。僕が配達すると、みんな笑顔で出迎えてくれる。だから嬉しい気持ちになる。その瞬間、この仕事やってよかったなーって思うんです。へえ、やりがいがありそうですね。夏の暑い時でも、冬の寒い時でも配達行かないといけないから、絶対めんどくさいけどな。速報です。速報です。あ、速報だって、もしかしてまた連続殺人事件のニュースじゃない？また、ココナッツ1丁目で事件が起こりました。今回は目撃者ありです。え、さっき4丁目で、今度1丁目って、さらに私んちの近くじゃん。目撃者の情報によると、青っぽい服にジーパン、白の帽子を着用しているとのことです。今の時間も犯人はうろうろしている可能性があります。引き続き、住民の皆さんは気をつけてください。あー、例の事件ですね。怖い人がいるもんだ。でもこの犯人、次々事件を起こしてるけど、そんなに事件って起こせるものなのか？確かに、普通どこも人の目があったりで、なかなか犯行できそうにない気がするけど。被害者を見ると、犯人は玄関での犯行に及んだと思われます。玄関？ってことは、被害者と関係のある人物なのかな？いや、それか、ピンポンして玄関を開けた瞬間にってこともあり得るね。玄関を開けた瞬間だなんて、なんでそんな？それに、被害者と関係ある人物とは限らないよ。誰がピンポンに来てもおかしくないし、あ、でもモニターで見て知らない人なら出ないって人も多いか。あ、ごめん、私ちょっと電話だ。ちょっと隣の部屋で電話してくるわね。うん。僕もちょっとトイレ借りていいですか？はい、いいですよ。部屋出て角のところです。ありがとうございます。もしもし？あ、お姉ちゃん？何？あー、それなら明日で大丈夫よ。用事はそれだけ？それなら帰ってからでも。やべえ、俺っちもトイレトイレ。あれ、お前トイレに行ったんじゃなかったの？なんでこんなところにいるんだよ。あ、ちょっとトイレがどこだかわからなくなって聞こうと思って来たんです。はあ、さっきリカちゃんが部屋を出て角って言ってたの聞こえなかったのか？すぐそこだよ、そこ。ありがとうございます。ふぅ、すっきりすっきり。私も電話終わったわ。お手洗いありがとうございました。あれ、お兄さんのあの服装。目撃者の情報によると、青っぽい服にジーパン、白の帽子を着用しているとのことです。いや、気のせいか。僕の考えすぎかな。でもちょっと気になる。あのお兄さん、なんで今日遅れたって言ってましたっけ？ココナッツ4丁目の道が混んでたんですよ。
それを待ってたらこんなに遅く。そうですか。でもバイクってあまり渋滞に関係なさそうなのに、それでも通れないほど多かったんですか？はい、何が言いたいんですか？いや、大変だなぁと思っただけで。ていうかお兄さん、そろそろ仕事に戻らなくて大丈夫なんですか？次のお客さん待ってるんじゃ。ほんとだよほんとだよ。また俺っちみたいにお腹空いてるやつ、これ以上待たせんなよな。そうですね。じゃあそろそろ行こうかな。くそ、ことごとく邪魔された。こうなったらもうみんなまとめて。あのお兄さん、今日は本当に配達ありがとうございました。お兄さんのおかげで配達の人の大変さとかいろいろ分かったっていうか。え？私たちは今の世の中、簡単にスマホで何でも頼めちゃって、配達の人はどこでもどんな場所でも届けなきゃいけない、その大変さを私たち頼む人は何も知らなかった。だから本当にお疲れ様です。そしてありがとうございます。ありがとう。さっきお兄さんが言った通り、配達が来た時のあ、来たっていう嬉しさは何とも言えないというか。これからもたくさんの人を笑顔にさせてあげてくださいね。そしてこれ、大したものじゃないんですけど、よかったら食べてください。レン君がクッキー大好きだから焼いてたんだけど、これお兄さんにあげます。ちょっと待ってよ。ってことはそれ俺っちのじゃ。またレン君には焼いてあげるから。なんかお兄さんの顔色見てたら、いろいろ悩んでそうだなって思って。大変だと思うけど、美味しいピザを待ってるみんなのために頑張ってくださいね。ありがとうございます。あ、雨も止んでる。だけどバイクの運転も気をつけてくださいね。本当にありがとうございました。こちらこそありがとう。よし、それじゃあ邪魔なあいつもいなくなったことだし、改めてパーティー再開だ。たった今新たな情報が入りました。え？例の事件の犯人がたった今警察署に自首しました。これってさっきの。私たちがさっきまで一緒にいた人。嘘でしょ、この人が犯人だったの？やっぱり目撃情報の服装と似てたし、なんか話を聞いてもどれも心こもってなくてさ。でもまさか本当にこの人が犯人だったなんて。犯人に事件を起こした動機を聞くと、配達の仕事が嫌になり、配達先で犯行に及んだと言っています。お待たせしました、ピザキットです。お前おっさんだよ。すいません、他の注文とかも入って遅れました。遅れましたじゃねえんだよ。こっちは腹が減ってイライラしてるんだよ。たかが配達の仕事だろ、さっさと来いや。すみません。だからすみませんじゃねえんだよ。遅れた理由を一から全部言えよ。納得するまで返さねえからな。すみません、本当にすみません。渋滞もあるし遅れるのは仕方ないんだけどな。お待たせしました、ピザキットです。あら、すごく時間がかかったけど、どうもありがとう。でもね、前もあなたのお店で頼んだんだけど、髪の毛が入っていたの。もちろん今日のそれ、タダにしてくれるわよね？え、いや、その時に言っていただいたら返金はできますけど、今はちょっと。はぁ？つべこべ言わず、タダにしなさいよ。髪の毛よ髪の毛。人の髪の毛が入ってて気持ち悪い思いした私の言うことが聞けないの？まったく、これだから配達員さんってただ運ぶだけの役立たずね。もういいわ、お店に連絡するから。役立たず？僕が？などいろいろな経験が犯行を引き起こしたものと思われます。あの人なんか悩んでる感じに見えたのはそういうことだったんだ。しかし今日行った家で優しい扱いを初めて受け、自分はなんてことをしてしまったんだと目が覚め自首したと言っています。おいおい、これってリカちゃんのことじゃねえの？いろいろ用意してあげたり優しい言葉を言ったり、それが犯人に響いたんだよ。俺はいろいろ怒ってしまったし、もしみんながいなかったら俺もやられてたかもしれない。リカちゃんのおかげで助かったな、レン。ああ、
まあだけどあの配達員さん、ちゃんと悪いことしたって反省して自首してくれたならよかったよ。もう二度とそんなことしないって思ってくれたらいいな。ただいま。ちょっとしげまる、ご主人様が帰ってきたんだからお出迎えぐらいしたらどう？暑くて動く気になれないな。しげまる、うん、誰？非通知だわ。もしもし、笑うのエミに子供の子でエミ子よ。え、ちょっと喋らないのに電話してくるって一体何のよ？うん、一体誰？黙ってちゃわかんないのよ。なんとか言いなさいよね。4日後にお前を消してやる。え、普通怖がったり相手が誰だか調べたりしないわ。ペットのオイラが心配だわ。気持ちがよかった。お風呂上がりはすぐパックパック。え、スマホはどうかしたの？さっきのいたずら電話が気になるの？気にしなくていいわ。どうせ私が可愛すぎるから嫉妬してる誰かからの嫌がらせとかでしょ。それに消してやるだなんてどうやって？相手は魔法使い？それとも幽霊？私のこの笑顔を見たらそんな気も失せるはずよ。ポジティブがすごいけど本当に大丈夫かな？ねえリカちゃん、一体いつになったらハルトと別れてくれるの？だから別れませんって。マリアさんといい、エミコさんといい、なんでそんなにハルトくんがいいんですか？それはハルトが、あ、もしかして昨日のやつ？名前も名乗らず切ったこと許さないんだからね。もしもし、あのね、3日後にお前を消してやる。昨日といい今日といい、いたずらな電話がかかってくるのよ。何日か後に私を消してやるって。昨日は4日後、今日は3日後って言ってたかしら。あれ、日にちが近づいてる。まあそんなことを言われても私は絶対に笑顔を崩さないけどね。笑顔なんてどうでもいいんですけど、それ大丈夫なんですか？消してやるだなんて普通のいたずらでも恐ろしいわ。可愛い私だから恨まれやすいのかもしれないわね。こらこら、リカちゃんにエミコさん、仕事中はおしゃべりしない。お客様がいつ来るかわからないんだから仕事仕事。はっ、かわいい。厨房戻ります。接客してきます。お待たせしました。何かお探しですか？めでたい時にぴったりなケーキはありますか？はい、めでたいとはお誕生日とかですか？それとも他のお祝い事とかですか？そうですね、最高に嬉しい日のためですかね。それではこちらはどうですか？こっちだとちょっとお誕生日っぽいけど、こっちだとどんな場面でも使いやすいケーキですよ。いいですね。では3日後に予約をお願いします。取りに来るんで。はい、わかりました。予約ですね。3日後に嬉しいことがあるんですね。はい、とてもとても嬉しい日になると思います。それでは用意しておきます。ありがとうございました。誕生日でもない嬉しいお祝い事、何なんだろう。聞いてよしげまる、今日も私の仕事中にいたずら電話来たのよ。2日連続なんて絶対いたずらじゃないわ。あ、そうだしげまる、私お仕事お休みだからドッグランに連れてってあげるわ。リカちゃんも愛犬のクッキーを連れてくるって言ってたし、他にもたくさんのワンちゃんが来るだろうから、しげまるもお友達作るチャンスね。あー、でもそんな顔じゃ友達できないわよ。私を見習ってスマイルスマイル、ほらスマイルスマイル。
この人、オイラの友達よりも自分の心配した方がいいわ。しげまる、見て見て、しげまる、いろんな種類のワンちゃんがいっぱいいるわよ。どの子とお友達になる？あ、エミコさん。うん、エミコさん？ゲゲー、なんでスマイルガールエミコが？名前のトイプードルだよ。かわいいでしょ、私のワンちゃん。俺たちはワンちゃん飼ってないんだけど、ドッグランがどんなものか気になって来てみたんだ。そうなの？確かにKのワンちゃんはかわいいわね。それに比べてうちのしげまるはおじいちゃんみたいでしょ。こいつ、でもこのおじいちゃんみたいなところがしげまるのかわいいところなのよね。こいつ、ところで今日は電話来ました？うん、今日は来てな。あ、来たわ。もうほんとしつこい人ね。こっちはドッグランで楽しんでるんだからやめてほしいわ。あの、ちょっと私に代わってもらっていいですか？いいわよ、どうせ同じことしか言わないし。もしもし、え、もしもし、どう？2日後お前をなんとかとか言ってる？いいえ、それがずっと無言なんです。電話がつながってるだけで何も言わないし。え、いつもの人じゃないの？ちょっと貸して。もしもし、2日後お前を切ってやる。あー、やっぱりいつもの人じゃない。また来たのかな。いつもの人？何なんですか？あ、あなた探偵くんだっけ？いや、どうせただのいたずらなんだけどね。そんな電話が毎日続いてる。っていうか、今リカちゃんが出た時は無言だった。それがエミコさんに変わった瞬間に2日後お前を消してやるって言ってきたんですよね。え、私に変わった瞬間言ってきたわ。それっておかしいよね。リカちゃんとエミコさんってなんとなく声も似てるし、電話だと違いがあまりわかりそうにないけど。確かにエミコさんの電話にかけてるんだから、間違いなく出るのはエミコさんって思うよね。そうだ、これでわかったのは、今リカちゃんが電話に出たのをどこかで見てたかだ。そしたらエミコさんに変わった瞬間に消してやるっていうことができる。じゃあこの中に私に電話をかけた人がいるってこと？いや、もしかしたら電話かけ終わった瞬間にこの場を離れたかもしれないし、誰が犯人までかはわからない。気持ち悪い。ストーカーみたいな人ね。エミコさん、確か一人暮らしですよね。しばらくは実家に帰った方が良さそうです。そうだよ、スマイルガール、一回かかってくるぐらいならまだしも、今日で3日続いてるんでしょ。もうこれはいたずらとは言わない、絶対計画的な犯行だ。そうよ、エミコさんとしげまるに何かあってからじゃ大変。怖いのなんて勘弁だわ。実家に避難するのに大賛成だわ。え、しげまるもそっちの方がいいの？あ、わかったわ。じゃあ帰ることにするわ。エミコさん、何かあったらすぐに僕に連絡をください。こんな時ですら笑顔だなんて、エミコ怖くないの？じゃあしばらく実家に帰るから、しげまるのご飯も入れてっと。さあ、この家から出るわよ。怖い怖い、早く逃げろ。ちょっとしげまる、逃げるようにそんな早く行かないでよね。あ、来たわね。もしもし、明日お前を消してやる。言われても私は避難してるんだからね。実家の場所なんて誰も知らないし、そもそも私に会いに来ることすら無理なのよ。ねえ、しげまる。怖い、早く逃げるわ。さあ、ついてはよ、しげまる。私の実家、前向き家に私が帰ってきたことにきっと家族は大喜びね。あれ、誰もいない。どうしよう、残念なことに私鍵を持ってないわ。ママに電話してみようと。
今あなたのお姉ちゃんエミリの結婚祝いでみんなで沖縄に来てるのよ。お、エミコか。おーい、パパだぞ。こっちは海が綺麗だぞ。エミコも誘ったらよかったわね。今度はみんなで旅行に行こうね。ってことで私たちはあと1週間は沖縄にいるわ。1週間は帰ってこないですって。わかったわ、ならいいわ。いいって。じゃあオイラたち今からどうするわ。仕方ないわ、私ん家に帰るしかないの。ペットを連れて泊まれるホテルなんてなかなかないしね。あ、そうだ、一応あの探偵くんにも連絡しておこうかしら。結局家にいることにするんですか。それじゃあ警察に協力してもらって逆探知をしてもらいましょう。逆探知って何？電話をかけた人の居場所がわかるものです。エミコさんのスマホに電話が鳴って出たら、その瞬間に電話をかけた人がどこからかけてるのかすぐに警察がわかるんです。へえ、そんなのがあるのね。わかったわ、じゃあ警察に行って帰ることにするわね。はいはい、逆探知ですね。わかりました。5日前から電話が来て、明日がとうとう消してやると言われてる日なんですね。念のため玄関の鍵、窓の鍵は全てきちんと閉めて、何かあった時に我々にすぐ連絡できるようにスマホは絶対手に持っててください。そして外には絶対出ないこと、犯人に狙われやすくなるのでね。わかりました。警察の人に協力してもらえるならまだ安心だわ。しげまる、しげまる朝よ。とうとう今日になってしまったわ。怖くてここから動きたくないわ。ちょっとしげまる、そんなに情けなくてどうするの。しげまるは番犬なんだから私を守らなきゃ。勝手に番犬にしないでわ。今日は家から一歩も出ちゃいけないって警察の人に言われたし、何しようかしら。ずっとお家にいるのも暇よね。あ、かかってきたわ。もしもし。今日お前を蹴ってやる。大丈夫大丈夫、今頃警察が逆探知で。また今日は二度もかけてくるの。もしもし、エミコさん、警察です。今すぐ家を出てください。え、どうして。だって警察が外には出るなって。いいから早く外に出てください。今かかってきた電話の逆探知をしました。そしたらあなたの部屋から電話がかけられてたんです。え、ってことは私の部屋に犯人がいるってことですか。エミコ、後ろ。え、キャー。やっと今日になった。宣言した通りお前を消してやる。キャー！エミコ、逃げるよ。いて。しげまる！オイラのことはいいから早く行くわ。くそ、この犬邪魔しやがって。離せ離せ。絶対離さないわ。もうエミコさん、よかった、無事だったんですね。無事じゃない、しげまるが、しげまるが中にいるんです。わかりました。しげまる、くそ、離せ、早く離せ。手を挙げておとなしくしなさい。お前はもう完全に包囲されている。くそ、この犬さえ邪魔さえ入らなければ、もう大丈夫ですよ。犯人は署の方に連れて行きました。しげまる、ありがとう。しげまる、犯人はあなたに恨みがあると言ってたんですけど、何か覚えていますか。あの顔覚えてるわ。確か一週間前ちょっと話してよ。私が先にハルトッチのところに行くんだから。ダメよ、私よ、私が先に行くの。私よ、行った。ラッキー、お先。あー、もうあなたがぶつかってきたせいで抜かされたじゃない。あ、ごめんなさい。何、あなたそんなに私のことを見つめて。あ、さては私に恋したのね。笑うのエミに子供の子、エミ子よ。でも残念ね、私にはハルトがいるの。あなたが私に一目惚れしたのは分かったけど、ごめんね、じゃあね。やだ、かわいそう。あの人振られたのかしら。なんなんだ、一方
動的に俺が振られたみたいになって、こんな恥ずかしい思いもして許さない。笑うの笑みに子供の子で笑み子、探してやるお前をっていうようなことがあって、その時ぶつかってきた人だわ。完全な逆恨みというやつですね。うん、でもありがとう、しげまる。私のために頑張ってくれて。だって、オイラが守らなきゃ誰が守るわ。しげまる、ありがとう、本当にありがとう、しげまる。なんか最近、意味わからない紙が探偵事務所に届くんだよな。何？意味わからない紙って。これだよこれ、一文字一文字書いてある紙が届くんだ。まず最初に届いたのは、よし今日も特に事件はないし学校に行くかって、あれ、こんなところにゴミ。たく、人んちの前に誰が捨てたんだよ。あれ、なんか文字が書いてある。いってなんだ？よくわかんないけど、ゴミじゃないのか？とりあえず、机の上に置いて、また帰ってからどうにかしよう。そして放課後、事務所に戻った俺は、また何か落ちてる。俺、朝拾ったやつは事務所の中に置いたよな。今度はレって書いてあるから、朝のとは違う。イとレの文字。これは一体何なんだ？その日から朝晩とそれが続いて、全部で8枚の紙が届いた。何か言葉になってるとかだぜ。俺もそう思って来た順番に並べてみたんだけど、そしたら入れなまなえくおだったんだよ。なんじゃそりゃ、わけわかめな言葉。これ探偵事務所の前に落ちてたのよね。ってことは誰かからのメッセージじゃないの？助けてーって暗号かも。入れ替えたら何かの言葉になるかだぜ。ちょっと何パターンかやってみます。生のいえくれ。うん、言葉ではないね。他にはエオレイナナクマ。全然わからないのだ。うん、じゃあもう一丁、どうにか言葉になるように並べ替えて。どうした、何か言葉になったか？これはお前いなくなれ。キャー、何それ。怖っ、ゾッとしたぞ。ちょっとレオ、こんなの届いて大丈夫なの？一体誰から？誰かからはまだわからないし、今のところ何も起こってはいないんだ。だけどこんなの絶対レオを恨んでる誰かからのいたずらよ。いたずらなのかな。私には本気に見えるけど、もしかしたら今もどこからか見ていて、レオに攻撃するチャンスを伺ってるかもしれないのだ。ひーこー、それなら今日の学校帰り、レオを一人で帰らせるっちゃ。何言ってんの、今の話聞いてた？レオ狙われてるかもしれないのよ。そんな中一人で帰らせるなんて。大丈夫っちゃ、この透明マントがあるっちゃ。透明マント？そうだじゃん、これをかぶると、ほら、ルナがどこにいるかみんなには見えないじゃん。全くわからない。つまりレオが一人で帰る、後をつける誰かがいたら、その人にバレないために透明人間になって後をつけるってことっちゃ。それ私がやるわ。シーロンが？いや、そんなことしなくていいよ。何かあったら危ないし。大丈夫だって、透明人間になるんでしょ。その怪しい人にはバレないから大丈夫。そしてもし本当に怪しそうな人がいたら、証拠になるために写真を撮ってくるわ。あー、シオン、さすがレオくんの彼女。名探偵っぽくなってきたっていうか、レオくんの発言に似てきたっていうか。じゃあそれはシオンに任せて。いいぜ、これに指紋がないか鑑定してよ。わかったのだ。小学生天才発明家のこの俺に指紋鑑定を任せろなのだ。みんなありがとう。それじゃあ俺は早速探偵事務所に戻る。私はそれについていくわ。じゃあ俺たちは先回りしてレオの探偵事務所に行って待ってようぜ。そうだね。レオは順調に探偵事務所に向かってる。あれ、でもあの人やたらレオの後ろをぴったりついてってるようにも見えるけど、気のせい
かしら。怪しいわね。一応写真撮っておきましょう。他に怪しい人は、あの女の人、こんなに晴れてるのに傘差してる。それになんかレオのことすごく見てない？今日の天気予報は一日中晴れなはず。おかしいわ。もしかして顔がバレないようにレオに近づいて何かするつもりじゃ。写真写真。他にも、わあ、めっちゃレオのことを見てる子供がいる。真面目そうな子供だけど、子供だから犯人じゃないとは限らない。怪しい奴はとことん犯人候補よ。なんか長い帰り道に感じた。おかえり。どう？何も起こらなかった？ああ、俺には何も。もうすぐシオンも来ると思うから。大変よ。怪しい人が10人もいた。そんなにいるものなの？レオンもしかしたらめちゃくちゃ狙われてるんじゃない？なんかどれが犯人だろうって見てたらみんな怪しく思えてきちゃって。とりあえずいろんな人の写真撮ってきたから見てみて。ああ、そうだな。俺のことを狙うとなったら俺が過去に捕まえたことがあるとかだもんな。はっ、この人とこの人とこの人知ってる。聞いた。誰？何？犯人？3人とも俺が前に捕まえたことがある人だ。この人はコンビニで、俺はコンビニの店長から万引きの相談を受け、客のふりをして怪しい奴がいないか見張ってたんだ。そしたらあの写真の人が現れて、慣れた手つきで物を取り自分のバッグに入れようとしたから俺が、おい、今何をした？なんだこいつは。俺は別に。じゃあそのカバンの中の物出してもらってもいいですか？やだよ、なんでお前なんかに。何も取ってないなら見せれるはずです。見せれないということは何かいけないものが入ってるんですか？ちくしょう！待て！ってな。それで警察に捕まっちゃったってわけか。でも万引きは立派な犯罪だから捕まっても仕方ないぜ。レオが恨まれる筋合いはないぜ。まあでも捕まえたのが俺だから恨まれる可能性はあるよな。じゃあこの人は何だった？これはオレンジの近くで起こったことなんだけど。ああ困ったわ。またやられた。どうしたんですか？ああ、レオくん。ちょっと困ってることがあって。実は最近、うちの庭のお花が荒らされちゃうのよ。可愛がって育てたお花が、夜のうちにむしり取られてたり、こんな風に花壇ごとひっくり返されてたり。最初はただのいたずらかなと思ってたんだけど、毎日夜になったら荒らされてて。俺は絶対犯人がいますね。いいこと思いつきました。犯人を捕まえるためにもこの花壇の近くに糸を張りましょう。糸？はい、この細い釣り糸を使うんです。よく見ないとわからないぐらいの細い糸を花壇の前に仕掛ける。何者かが入ろうとこの糸に引っかかると、その先につなげてる鈴が鳴る仕組みになっています。だから夜でも鈴の音がしたら何者かが花壇に足を踏み入れてるってことです。まあさすが名探偵、頼りになるわ。そして結局花壇を荒らした犯人として捕まったのがこの女の人だ。近所トラブルで嫌がらせをしてたみたいなんだ。でもそれでレオを恨むのもまたおかしな話よね。まあでもその仕掛けを作ったのがレオだからね。じゃあこの子供は何なのかだぜ。この子は毎日おじいさん家にボールを投げつけてたんだ。何者かがわしの家に毎日攻撃してくるんじゃ。頼むから犯人を捕まえてくれんかな。攻撃っていうのはどのような？よくこの塀の向こうからボールが飛んでくるんじゃ。この塀の向こうは公園？わかりました、ちょっと様子を見てきます。今日も親に勉強言われてむしゃくしゃするぜ。だから今日もじいさん家にこのボールを投げつけてやるぜ。あのじいさん、ボール遊びするなってうっせんだよな。まあもしバレてもじいさんは足が遅いから、俺が走って逃げたらこっちのもんさ。だからあーら
やっと。ふーん、そんな理由か。なんだよお前。おじいさんから依頼を受けたんだよ。毎日攻撃してくる人を捕まえてくれってな。いや、俺別に犯人じゃねえし、お前に関係ないだろ。さっき今日もじいさん家にこのボールを投げつけるって言ってたよね。言ってねえよ。そんな証拠どこにもないだろ。あるよ。そうやって言い逃れできないように、もちろんスマホで声は録音済み。だから今日もじいさん家にこのボールを投げつけてやるぜ。今日もということは毎日してるっていうことだよね。証拠もあるし、もう逃げ切れないよ。ちゃんとおじいさんに謝りに行った方がいいんじゃないのか。くそーって感じで、コンビニの万引き犯、花壇を荒らす女の人、いたずらの少年、この三人は俺に恨みがあるのも当然だから、仕返しをしてきてもおかしくない。そうね。それに実際後をつけてきてたし。だけど犯人は誰？一番悪質なのはやっぱりこいつだぜ。でもよく女の人は根に持つって言うよ。だけど子供はすぐに嫌がらせとかするからな。誰が犯人だ？いまいち証拠がないからな。今入り口の方から音が聞こえてきたぜ。本当だ。みんな静かに。もしかしたら犯人かも。お前いなくなれの次の文字を持ってきたのかも。だとしたら今がチャンス。犯人は誰だ？え？猫？何か髪をくわえてる。ちょっとこれ見せてくれるか？今まで届いてた髪と一緒だ。みんな、この事件の犯人が分かったのだ。俺たちも今分かったかもしれない。あの髪を持ってきた犯人は動物なのだ。人間の指紋は一つも検出されなかった。きっと動物が適当に髪をちぎって持ってきたのだ。ああ、俺も今、そう思ったところ。ああ、いたポンちゃん。もう、ダメじゃない。この子、新聞紙を破るのが大好きで、破ってはどこかに持って行ったり、隠し持ってるのよね。もしかして、あなたのところにも持ってきた？あ、いえ、大丈夫です。ごめんね、ほんと。何の意味もないから気にしないで。ほら、ポンちゃん帰るわよ。なんだ、それ。まあ、でも、犯人が猫でよかったじゃん。でもレオはいつ誰に恨まれるかわかんないんだから、これからも気をつけなきゃね。ああ、そうだな。今日も私はいい笑顔。まさに天使だわ。お疲れ様です。あれ、恵美子さん、今日はいつものパティシエの制服じゃないんですか？そうなのよ。今日から新しいパティシエ見習いの人が来るんだって。私は当分ウェイトレスとして頑張ってねってオーナーに言われたの。へえ、そうなんですね。でも恵美子さん、ウェイトレス姿もとっても似合ってますね。そんなの当たり前じゃない。言っとくけど、リカちゃんはただのウェイトレス。私はもちろんカリスマウェイトレスよ。相変わらずすごい自信ですね。二人ともお疲れ様。今日はある人を紹介するわ。こちら、新しくこのお店でパティシエの見習いとして働いてもらうシンジ君よ。どう？なかなかのイケメンでしょ？これでこのお店もますます人気になりそうね。ちょっとオーナーやめてくださいよ。僕は一流のパティシエを目指して本気で頑張ろうと思ってるんですから、イケメンとかは関係ないですよ。もう冗談よ。本当にシンジ君は真面目ないい子なんだから。はじめまして、私はリカって言います。よろしくお願いします。私はエミコ。ちなみに漢字は合格の、笑うのエミに子供の子。ちゃんと覚えてちょうだいね。リカちゃんにエミコちゃん、こちらこそよろしく。僕は人見知りする性格だけど、二人とも話しやすそうな人でよかった。三人とも仲良くやっていけそうで安心したわ。それじゃあ私は事務の仕事があるから、あとはよろしくね。はーい。それじゃあ僕は早速クッキーの生地から作り始めるので、ちょっと厨房に行ってきますね。わかりました。シンジ君、本当に感じのいい人でよかったですね。ちょっとリカちゃん、何言ってるの？リカちゃんにはもう私から奪ったハルトがいるでしょ。
めですか？何？このお客さん、初めて見る人だけど気持ち悪い。何も喋らないし、人のことを頭からつま先まで舐めるように見ちゃって。何なの？あれ、お客様なの？いらっしゃいませ。また来ます。あ、ありがとうございました。またどうぞ。何？今の人、なんか不気味なおじさんね。あ、でもありえないほど服のセンスが悪いあの人、さっき見かけたわ。隣のマンションに出入りしてたの。もしかしたら最近引っ越してきたのかもしれないわね。そうなんだ。私のこともじーっと上から下まで見て、なんか気持ち悪かったんです。気をつけないといけないね。二人とも可愛いし、最近はストーカーなんてのもいるしね。やだ、ストーカー。狙われるじゃない。大丈夫だよ。何かあれば僕が絶対に二人を守るから。シンジは私さえ守ってくれればいいの。リカちゃんにはハルトっていうシンジの次にイケメンの彼氏がいるんだから。へえ、リカちゃん彼氏いるんだ。はい、とっても頼りになる優しい彼氏なんです。そっか、なら安心だね。今日も一日中バイト頑張ろう。え、警察？カフェの前に？何？あ、リカちゃん大変よ。今日私とシンジがね、一緒に待ち合わせてお店に出勤してきたらね。ちょっとエミコさん、僕たちくっつきすぎじゃないですか？何照れてるの？私たちもそういう仲でしょ？シンジはほんと恥ずかしがり屋さんなのね。照れなくていいのよ、私の旦那様。っていうかもう、エミコさんじゃなくて、エミコって呼んで。え？キャー！どうしたのこれ？まさか、泥棒？エミコさん落ち着いて、まずは110番だ。そして私たちは、警察を呼んだってわけ。これは、ひどいよ。昨日最後にお店を出たのはあなただと聞いていますが、本当でしょうか？はい、でもその時は何も異常なくて、ドアの鍵もちゃんとかけました。なるほど。でも窓もドアも壊された形跡はなくて、普通に鍵を使って入ったようなんです。ちなみにここのドアの鍵を持っているのは私たち3人とオーナーが持っています。でも私たちがこんなことするわけないじゃないですか。あなた、まさか私たちを疑ってるの？このすっとこどっこい警察、役立たず。すっとこどっこい警察、何ですかそれは。まあそれはいいとして、他に取られたものとかないですか？更衣室にある私たちのロッカーも見てみましょうか。そうね、可愛い私のものが一番に取られてる可能性があるわね。犯人ってば、私が可愛いからってこれはやりすぎよ。さすがにロッカーの中までなくなってたら怖すぎだわ。え、待って、ここに貼ってたハルト君の写真がない。いつもそれを見て頑張ろうって気合い入れてるのに、それに私の制服もないわ。ってことは私の制服もある。やだ、なんで私だけ取られてるの？気持ち悪い。店内を荒らしたのは見せかけで、本当は君の持ち物を取ることが目的だったのかもしれませんね。近頃ストーカーも多いことだし、十分気をつけてください。お店のドアは壊されてなかったんですよね？もしかしたら。何？信じ、僕昨日店の中から見たんだ。昨日の変な客がマンションから出てきて、車に乗って出ていくのを。その車に鍵110番って書いてあったんだ。よくあるでしょ、鍵をなくして困った時に呼ぶ業者。だからあの人はそれを仕事にしてる人なのかなって思ったんだ。ああ、私も鍵をなくした時その業者家に呼んだことがあるわ。すごく簡単に鍵を開けてくれるの。それじゃあもしかしてその人が夜中にお店のドアの鍵を開けて中に？でもそれは想像で、証拠がないからな。このお店も防犯カメラをつけた方がいいかもしれませんね。うん、オーナーに話してすぐに防犯カメラをつけてもらおうよ。それがいいわ。次は私が狙われるかもしれないって思ったら、シンジも心配でしょ？まあね。これでよしと。
私の大事なお店に入ってあんたたちを怖がらせるなんて許せないわ。これで絶対犯人の尻尾を掴んで捕まえるわよ。はい。こんなものこうしてやる。そして新しくここに取り付けて。リカちゃんは制服取られちゃったし、しばらくはこの制服でお願いね。それにしても、せっかくオーナーがつけてくれた防犯カメラすぐ壊しちゃうなんて、なかなか犯人やるわね。だけど石を投げる直前までは映像に映ってたし、見た？やっぱりあの変な服を着たキモい男だったね。警察も早く捕まえちゃえばいいのに。でも帽子にマスクにサングラスで顔ははっきり見えてなかったですよね。だけど洋服は一緒だったから絶対あの男の人よ。なんか私怖いから帰りはハルト君に迎えに来てもらおうかな。それでエミコさんも一緒に3人で帰りましょう。そうね、シンジは今日はお休みだしね。ああ、本当に可愛いな。なのに、彼氏がいるとは。いや、違う。あの子の彼氏はこの俺だ。今日もすごい忙しかったですね。あ、電話？あ、ハルト君からだ。もう来てくれたのかな？もしもし、ハルト君？ごめん、リカちゃん。急に熱が出て迎えに行けなくなったんだ。だけど心配だから帰りはタクシーで帰ってくれる。本当にごめんね。そうなんだ。わかった。私は大丈夫だから、ハルト君こそ気をつけてね。ゆっくり休んで。おやすみ。ハルト来れないの？じゃあ私たち、こんな危ない中、女二人で帰れってこと？タクシー呼んで一緒に帰りましょう。大丈夫。僕が二人を順番に送っていくよ。シンジ！休みなのにわざわざ来てくれたのね。嬉しい！ありがとう。さすが私の彼氏ね。いや、彼氏じゃないけど、やっぱり二人が心配だからさ。わざわざありがとう、シンジ君。いえいえ。ほんと私のために送ってくれてありがとう、シンジ。でもなんで彼女の私の方を先に送るの？いや、だから彼女じゃないし、エミコちゃんの家の方がお店から近いんだから、どうしてもそうなっちゃうよ。ま、今日はいいわ。今度またうちでゆっくりしていってよ。それじゃあまたね、リカちゃん。シンジ。おやすみなさい。ほんとごめんね、私のことまで送ってもらっちゃって。いいんだよ、全然。あ、ママから LINE だ。みんなで出かけてるの？何？家に誰もいないの？みんなでちょっとおじいちゃん家に行ってるみたいで遅くなるっていう LINE だった。まあでも大丈夫だよね。しっかり鍵をかけとけば。うん、大丈夫だと思うよ。本当に今日はこんなところまで送ってくれてありがとう。意外とカフェから距離があるんだね。だからかなんか喉が渇いてきちゃったな。そうだよね。あ、よかったらうちでなんか飲んでく？わざわざ送ってくれたことだし。いいの？それじゃあお言葉に甘えて少しだけ。うん、どうぞどうぞ。って言っても何か飲み物あるかな。メロンソーダとオレンジジュースしかないけど、シンジ君どっちがいい？びっくりした。いつの間に後ろに。驚かせないでよ。そんなにびっくりしないでよ。リカちゃんって本当に可愛いな。やっと二人きりになれたね。どういうこと？彼氏のハルト君、今日熱で急に迎えに来れなかったんだっけ？残念だったね。ま、僕にはありがたかったんだけど。ハルト君との電話での会話、なんでその時シンジ君いなかったのに知ってるの？知ってるよ。リカちゃんのことならいろんなことをね。まさかお店に侵入した犯人って。ピンポンピンポーン、大正解。
とうとう分かってしまったみたいだね。この服のおかげでなかなか僕とは気がつかなかったみたいだけどね。これってあの不審な人が着てたやつじゃんって思ってんの？このセンスの悪い服、全く同じのをショッピングモールで売ってるの見つけたんだよね。みんなあいつが犯人って思ってたから、いっそのこともうなりすましちゃおうかなって思ってね。じゃあ、あの防犯カメラに石を投げて壊したのってシンジ君だったの？はい、それも正解。そしてまたカフェに侵入してリカちゃんのロッカーの奥に監視カメラを仕掛けたんだ。そしたらいつでもリカちゃんの顔を見れるし、いつでも声が聞けるからね。どう？びっくりした？正直いつも隣にいるエミコは邪魔だったよ。僕のことを彼氏とか呼んでくるし、僕とリカちゃんを二人きりにさせてくれないからな。でも今はやっと二人きりだ。いや、助けて、誰か。そこまでだ。え、あなたはあの時の変なおじさん？君、こいつは後は頼んだ。はい。くそ、いい感じで言ってたのに。うん、申し遅れました。私こんな見た目をしていますが、実は刑事です。え、警察の方？あの男はストーカーの前科があって、私は密かに一般人のふりをして張り込んでたんです。あのカフェに偵察に行った時に、君はバッチリあの男の好みだったから特に注意してたんですよ。そうしたら案の定やっぱり君につきまとってた。でも安心してください、奴はしばらく刑務所から出てこれないですから。そうだったんですか。あー、でも本当に捕まってよかったです。ありがとうございました。無事に犯人が捕まってよかったって思ってくれた子は評価をぜひ。みんなも怪しい人には気をつけてね。みんなおはよう。エイジ君もおはよう。あー、喉が渇いたのだ。早く買ってきてほしいのだ。え、もしかしてそれ私に言ってるの？他に誰がいるのだ？ちょっと待ってよ。その約束まだ続いてるの？前に私がロボット彼氏を作ってもらって、そのお礼に何でも言うことを聞くっていう約束、あれがまだ続いてるってこと？当たり前なのだ。俺があのロボットをどれだけの苦労と時間をかけて作ったか忘れたのだ？いや忘れてないし、エイジ君にはものすごく感謝してるけど。じゃあ頼むのだ。飲み物を買ってくればいいんでしょ？買ってくれば。お前は俺の言うことを聞かないといけない。つまり俺の犬なのだ。もうエイジ君の言うこと聞き始めて何ヶ月経つの？確かに約束したことではあるけど、クラスメイトなんだし、もうそろそろ犬扱いするのもやめてほしいよね。もしかして私のことを本当に犬だと思ってるとか？あれあれ、リオン、またエイジのお使い？毎日大変だね。女の子にそんなこと頼むなんて、エイジもひどいやつだぜ。でしょ？エイジ君もチャック君ぐらい優しくなればいいのにね。まあ、リオンも嫌なことは嫌って言ったらいいんだよ。それじゃあ私ちょっと先生たちのところ行ってくるから。あ、何がですか？いや、今の話が聞こえて、もしかしてエイジ君って人にいじめられてるのかなって。いやいや、全然そんなのじゃないんですよ。ただクラスの男の子に私のことを自分の犬だと思ってるような子がいて。そんな、リオンちゃんにそんなことするなんてひどい。僕が言ってあげましょうか？いえ、そんな大したことじゃないので大丈夫です。気にしてくれてありがとうございました。大したことないって、犬扱いされてるのはひどいよ。っていうか、さっきの人は誰だろう？上級生かな？私の名前知ってた？まあいいや、エイジ君、買って
ようなのだ。え？ん？何なのだ？エイジ君がお礼言うなんてありえない、ありえない。なんだそれ、俺だってそのぐらいするのだ。そんな可愛げのないことばかり言うから、お前には彼氏ができないのだ。あー何それ、今そんなの関係ないじゃん。はいはい、今日も仲良く喧嘩しなくていいから。できるようになるわけじゃないんだからね。ミオンのこの水晶で何か見えないの？例えば何年後の何月何日にこういう人が現れるとか。ちょっと待ってくださいね。リオンの彼氏にふさわしい人いる、いますよ。リオンの彼氏候補。気になる人なんて全然いないよ。それに私あまり男の子と話もしないし。エイジは喧嘩するほど仲がいいって言うし、レオやチャックよりエイジと一番話してるのはリオンじゃない？いやいや絶対嫌よ。私は優しくてリオンさんリオンさんって子犬みたいに寄ってきてくれる男の子。意外と運命の人って近くにいるものよね。じゃあもしかして誰か転校してきたりするのかな。はあ、明日から学校が楽しみだな。いいからもう寝ましょう。せっかく今日楽しみにしてたのに雨だなんてテンション下がった。楽しみってなんで？だって昨日ミオに言われた彼氏候補の人にいつ出会うかわかんないじゃん。そりゃ楽しみね。うそ、最悪、めちゃくちゃ水かかっちゃった。ほんとよ、足も靴の中までびちゃびちゃ。リオンちゃん大丈夫？あなた昨日の今の車最悪だね。よかったらこれで拭いて。ありがとう。でもシオンも、とにかくリオンちゃんが無事でよかった。これからも俺が守ってあげるからね、約束。じゃあ俺傘持ってないし先に行くね。またねリオンちゃん。またね。なんなのあの人、私は濡れてても無視？リオンの知り合いなの？知り合いっていうか、なんか昨日からたまたま助けられてるんだよね。私はあの人のこと知らないけど、あの人は私の名前を知ってたの。名前を知ってたって、ねえそれってもしかしてミオンが昨日言ってた彼氏候補ってあの人のことじゃない？そんなすぐ現れるもの？ありえるありえる。また何か進展あったら教えてよ。分かってよ。とりあえず次もし会ったら名前でも聞いておこうかな。それがいいわ。おはようございます。おはようございます。それでは出席を取っていきます。順番にミオンちゃん。はい。珍しいわね。休みの連絡も聞いてないし、リオンちゃん何か聞いてる？いえ、何も聞いてません。どうしたのかしら。おはようなのだ。おはようってどうしたの？びちゃびちゃじゃない。傘を忘れたのだ。傘を忘れるって、もう家を出た瞬間から今日雨降ってたよ。それなのに忘れるって、エイジって意外とうるさいのだ。まあ今日は出席
の途中だったし、ギリギリセーフということで、早く席に着きなさい。はーい、なのだ。曇りの日でも、用心深く傘を持ってくるエイジ君だから、忘れるなんて絶対にないと思うんだけどな。それでは、今日はこれでおしまいです。皆さん、さようなら。さようなら。早く行かなきゃなのだ。エイジ、もう帰るの？今日みんなで一緒に公園で遊ぼうよ。遊ばないのだ。それじゃあまた明日なのだ。なんか今日のエイジいつもと違わない？ああ、なんか怪しいよな。朝の傘忘れたっていうのもおかしかったし。ここは名探偵Kの出番ですな。Kちゃん、早くついていくわよ。ちょっと待ってよ。エイジ君の家と反対方向だけど、一体どこに行ってるんだろう。まさか作ってはいけないとんでもないものを発明して、それを隠してるんじゃ。おい、お前ら静かにしろ。角を曲がるぞ。いよいよ何なのか明らかに。だからケイ、静かにしろ。エイジに気づかれたら怒られるぞ。あ、エイジが止まったぞ。本当だ。っていうか、あれってエイジの傘じゃない？傘忘れたとか言ってここに置いてきたんじゃん。じゃあ一体どういうこと？静かに、なんか喋ってるからバレないように聞いてみよう。雨が止んでよかったのだ。怪我もしてないし安心したのだ。おお、ダンボールに話しかけてるぞ。いや、ダンボールに話しかけてるんじゃない。よーく見て。お前の飼い主は迎えに来ないのだ。仕方ない。じゃあ俺が連れて帰ってあげるのだ。なるほど、捨て猫が濡れちゃいけないから傘を置いてあげてたんだね。それに連れて帰ってあげるってなかなか優しいじゃない。本当にね、エイジ君のあんな姿初めて見た。元の性格は冷たい人なわけじゃないんだよね。ないない、あんなに意地悪な人でもちょっといい人とか思っちゃった私がバカだったよ。リオン、何やってんの？守るって約束したからここで待ってたんだよ。いえ、そんなにしてもらわなくても大丈夫って。なんで？俺は君の彼氏なんだから当たり前でしょ。え、彼氏？どういうことですか？だって昨日これからも俺が守るって約束しただろ。そんなの彼氏の役目なんだから付き合うのも当然だろ。付き合うだなんて私そんなつもりじゃ。はぁ？お前は俺の手を優しく微笑んで握ってきたじゃないか。そんなのオッケーしてもらえたと思うに決まってるだろ。握ってきたのだってそっちからじゃないですか。ああ、もううるさいうるさいうるさい。俺はお前のことがずっと好きだったのに、いつもメガネの男とばっかり一緒にいやがって、どうせあいつにも思わせぶりな態度してるんだよ。そんなそれって俺のことなのだ。どうしてここに？お前もこの女に思わせぶりな態度を取られてるんだろ。かわいそうなやつだな。でも聞いてだろ、この女は誰にでも優しくして人の気持ちをもてあそぶような女だ。何それ？何を勘違いしてるのかわからないけど、こいつは俺と付き合ってるのだ。エイジ君？いいから黙って話を合わせておくのだ。わかった。ということで俺のリオンの周りをうろうろしないでほしいのだ。くそ、何なんだよお前ら。彼氏がいるんならお前も思わせぶりな態度をするんじゃね。お前らなんか別れてしまえ。勘違いがすごい、どうしようもないやつなのだ。エイジ君ありがとう。エイジ君が来てくれなかったら私どうしたらいいのかわからなかった。たまたま通っただけなのだ。でも何もなくてよかったのだ。エイジ君って本当は優しいよね。今日ですごく見直しちゃった。はぁ、お前は俺がいないと何もできない手のかかる犬なのだ。何？
なんでそんな言い方になるの？ありがとうって言ってるんだから素直に受け取ってくれたらいいのに。ちょっとでもキュンってしたのでっかい。私がエイジ君にときめくなんてありえないよ。早く本当に彼氏を作って俺の代わりをしてほしいのだ。じゃあまた明日学校でなのだ。むっかー、わかったよ。絶対エイジ君みたいにひどいこと言わない、優しい彼氏を作ってやるんだから。見てなさいよ、絶対にギャフンって言わせてやるんだから。はいはい、なんとでも言っとけばいいのだ。もうエイジ君のバカーな。急げ急げ、遅くなっちゃったよ。心当たりは？ないと思うんだけど。でもママって結構お騒がせな人だからな。買い物行ってもあれこれ夢中で他の人にぶつかったりもしてるし。ジャージー、こっちこっちって声が大きすぎて人の迷惑になったりもしてるし、恨まれる要素はありすぎだよね。そんな、ママは可愛いから嫉妬してる人たちも多いんだ。ブー、やだドロシーちゃん、素直なんだから。確かに私は可愛いから羨ましがられることは多いけど、恨まれることはないはずよ。でも実際リンダに何かあったら困るよ。明日からは俺がぴったりリンダのそばにいて守るよ。そうだね、パパママを頼んだよ。今日は久しぶりのお休み。最近体も疲れてるし、久しぶりにリンダのエステサロンにでも行こうかしら。リンダ、私いらっしゃい。なんで上司がいるの？なんであなたたちゴムでくっついてるの？これにはいろいろ訳があって。気にしないで。まあいいわ、今日全身のローラーエステをお願いしようと思ったんだけど、いいかしら？もちろん。さあベッドへどうぞ。ちょっと上司、後ろへ下がってくれる？わかったよ。こっちかよ。ねえ、本当に大丈夫？問題なし。ちょっとそこのローラーを取るわけ。重いんだけど、早くどけてよ。ごめんね、バンビー。取れた。それじゃあ早速腕からしていくわよ。ええ、お願いね。
とリンダ、普段イチャつくのはわかるわ。でもリンダ、あんた今仕事中でしょ。私だからいいものの、普通のお客さんにそんなことしてたら怒られるわよ。だってー、離れられないわけがある。離れられないわけ。実は昨日ストーカーされた。そう、だから上司にはこうやってぴったりくっついて守ってもらってるってわけ。リンダがそいつにさらわれたら大変だよ。でもそれは外の話でしょ。さすがに建物の中は大丈夫じゃ。確かに言われればそうかもしれないよね。上司、やっぱり動きにくさマックスだし、今は少し離れましょう。わかったよ。それじゃあついでにトイレに行ってくるよ。ねえリンダ、ストーカーってどうやって現れたの？顔は見たの？追いかけられたの？ええ、買い物帰りに。あ、ごめん、ちょっと電話だわ。もしもし？あ、ケン？早退？あー、一人になっちゃった。バービーは電話、ジョージはトイレ。だいたいホラー映画だとこういう一人になった時に現れたりするものよね。切るわよ。ちょっとリンダ落ち着いて。出たってさっき言ってたわ。そう、2人がいなくなった後、私の後ろに現れたの。リンダ、上半身怖かった。畜生、リンダが一人になったところを狙って現れたか言う。でも一人になったから現れたって、じゃあその一人になるのをずっと見ていたってこと？すぐにでも警察に行きましょう。でもそんな大ごとにして大丈夫かしら。その人が逆恨みしてもっとストーカーしたりしないかよ。そのために警察に守ってもらうのよ。そしてしばらくリンダは外に出ない方がいいわね。わかったわ。それではまずどんな人だったかを教えてもらいます。見た目はどんな人でしたか？黒に白い仮面みたいなのをつけてました。黒に白い仮面、いかにも普通ではないようですね。初めてストーカーされてると感じた昨日もその人を見ましたか？ううん、姿は見てないけど追いかけられたから絶対その人よ。それではエステサロンの時は何か話をかけられましたか？何か言ってたような気はするけど、焦っててそれどころじゃなかったわ。そうですか。ねえドロシーちゃん、これじゃまるで事件が起こった家だよね。立ち入り禁止みたい。パーパー、かわいい遊びに行ってきます。なんじゃこりゃ。とうとうこのおばさんうるさすぎて逮捕されちゃったの？この度は、なんと言っていいやら。何のこと？だってチェルシーちゃんママ逮捕されちゃったんでしょ？違う、ママ最近変な人に後をつけられたみたいでちょっと怖いから警察の人に頼んで見張りをしてもらっているの。ああ、そういうこと。それでママはしばらく家から出ない方がいいって言われてるし、警察の人も見張るために24時間ずっとうろうろしてるから、お隣のケイちゃん家には迷惑かけちゃうかもしれない。そんなの全然大丈夫だよ。私も自分自からだけど、変な人がいないか見張っておくよ。ありがとうケイちゃん。家の中に入れるドアはこの玄関一つだけですか？はい、窓の鍵も閉めておくのでここからだけですよ。それではここは我々が見張っています。なので家の中は安心だと思いますので、ゆっくり休んでください。お願いします。外に出れないとか最悪。
お仕事も当分できなくなっちゃったね。ではこれを機にお家の中を掃除して気分転換とかどう？そうね。それじゃあちょっと自分のものをお片付けしてくるわ。私の大事なコスメちゃんたち、ちゃんと引き出しに入れなきゃね。よし、整理整頓できた。リンダ？今の声。リンダ、どうしましたか？また現れたの。え？おばさん、今このドレッサーの整理をしてて、顔を上げた瞬間鏡に映ってたの。いや、でもそんなはずはありません。唯一この家に入れる玄関は我々警察が見張ってましたし、リビングを通らないとこの部屋には行けないが、誰も通らなかったよ。でも確かに鏡に映ってたし、そこに立ってたのよ。いつも明るいおばさんが本気で怖がってる。あ、こういう時こそ。事件が俺を呼んでいる。ここか。あ、レオ、早かったね。なんだ、また君か。いつもいつも警察のいるところに現れて、これはお遊びじゃないんだぞ。それでどこですか、その犯人が立っていたのは。って聞け。この鏡に映ったからきっとその辺よ。この辺ですね。足跡があれば男なのか女なのか、体格はどうなのかわかるけど。わかるけど？不思議だな、何の足跡もないんだ。そう、でも確実に私の後ろにいたのよ。まさか上からぶら下がってたとか。でもそれならどうやって着地をしたの？バカか、上は何もない天井なのにどうやってぶら下がるんだ。それに着地をしたような足跡の形跡すらない。じゃあ私が見たのは見間違いだったってこと？見間違いか、もしくはこの世のものじゃない何者か。この世のものじゃないって。そうだ、足跡がないということは浮いていた。つまり幽霊以外にはありえないということだ。いや、幽霊なんてますます怖すぎるわ。それに幽霊がなぜリンダを？それはさすがの俺でもわかりません。あいつに聞いたらわかるかもしれないですね。あいつ？ってことで、この忙しい私をしょうもないことで呼び出したってわけね。まったく困ったもんだわ。しょうもないことじゃないわよ。私のストーカーよ。私に恨みがある幽霊よ。一体何をする気なのよ。ストーカーをしてるつもりはないわ。え？まさかもうここにいるのか？私が家に来た時点でもうそこにいたわよ。リンダさんの後ろ。いやー、リンダ、リンダ、堂々と姿を現したわね。ねえ、なんであなたはリンダさんについて行ってたの？何？全然何を言ってるか。恋をしたんだって。遡ることを1週間前、とあるところからやってきてこの街をさまよってると。ところでさ、相変わらずジョージとはラブラブなの？そりゃもちろんラブラブよ。でもジョージってあんたのタイプじゃないよね。昔から結婚するなら黒い肌より絶対白い肌って言ってたじゃん。自分より白い肌で、口元は常に笑ってて、目はパッチリよりも横長の目。絶対そんな人と結婚するんだって言ってたわよね。ああ、確かにそんなことも言ってた気が。あとそれから、民族の人みたいに顔にアートしてる人ってマジオシャレっていうのも言ってたよね。のタイプをたまたま聞いたこの幽霊は、自分を愛してくれるのはこの人しかいないって、それで恋に落ちたみたいよ。そんなのダメよ。リンダには俺がいるんだよ。可愛い子供たちもいるんだよ。絶対に渡さないよ。だ
それは俺のセリフだろ。これで解決なのかな。リンダさんのことは諦めたのかもしれないけど、そんなに素直に言うことを聞くタイプには見えなかったのよね。っていうか、あの幽霊なんだか見たことある気がするって思った子は評価をぜひ。